はい、りょうのビログへようこそ。どうも、りょうです。暑いね、本当に暑い。ちょっとメインチャンネルの方も全然更新できてなくて、まあ撮ってる暇がなかったっつうのと、まあちょっとね、こう飽きさせないようなコンテンツっていうのを配信するって考えちゃうと結構難しかったり ね、自分のやりたいことをやってればいいんだろうけど、まあそれだけだとどうしてもね、まあ、またメインチャンネルも更新します。はい、まあ、話は戻るけど、ちょっと暑すぎないですか。月曜日と火曜日の最高気温の予報は37度ということで、まあ多分40度近くなるような気もするんだけど ね、なんだか、まあ僕の、友人でもある、まあ、大野くんがね、Facebook ページの方に書いてたんだけど、その最近はね、なんかこうエアコンの効きが悪いと、もともとその製造された、レースっていうのが、まあ10年前書いてたんだっけな、10年前、以前に、生産された車両っていうのは、なんかそのエアコンだったりの作りっていうのが、その時の、外気温に、設定して作られてるっていうことで、そこから比べるとね、今なんか5度以上差があるということで、車の方もね、本来の、性能を発揮して、ないと、まあ、なのでそのエアコンだけに頼らず、まあ駐車するんであればなるべく、日陰を、選ぶとかね、なんかね、そんなようなことが書いてありました。確かに最近なんかちょっとエアコンの効き悪いよねっていうので、エアコンのガスが減っているからじゃないのっていう方がね、多々見受けられるんですが、まあ、意外とね、聞いてみると、そういう原因もあるということで、まあ、確かにちょっとね、異常気象って言われれば異常気象だよね、本当に。俺がその子供の頃っていうのは、まあ確かに暑かったけど、まあ記憶もね、正直そんなにあるわけじゃなくて、暑かったけど、なんかここまで暑かったっつうのはないんだよな。本当にだから十何年前、っていうのは、まあ正直ね、エアコンつけなくても、まあ扇風機あれば、まあまあね、暑いけど、まあそうでもないかなみたいな、感じだったんだけど、今はそのね、夜でも暑いっていう、最低気温が30度近いっていうね、なんかインドの方だとね、50度超えるっていうので、その舗装にこう何書かれてる白いラインとかがね、熱で溶けちゃってるっていうのもね、結構前々からあるみたいで、なんか日本もそのうちそうなんじゃないかみたいなね、話があります。なんかだからそのさ、日本特有の、春夏秋冬というさ、四季折々の景色を楽しみながら、海外からもね、こういろんな観光客が来てっていう、その日本特有のもの、ね、春夏秋冬っていうのが、なんかなくなってきてるよね。なんかまあ暑いか寒いかの両極端みたいなさ。だからうちのガキが、まあ、今年5歳になって、まあ、上がね、で20歳になる頃ってなると、まあ、15年後でしょ。だから15年後だと2033年かだよな。ねえ、どうなってんだろうね。まあ、最高気温っていうのは間違いなく、まあ、40度は超えるだろうと。あれでは多分ね、夏は、めちゃめちゃ暑くて、冬はめちゃめちゃ寒いと、すごいなんかこうさ、考えさせられるあれになってくるよね。なんかエアコン使ってても今度エアコンの故障が増えてきましたみたいなニュースがね、なんかその取り上げられるような気もするよ。熱に耐えられなくて、室外機の方とかもね、いや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 、
で、まあ、前振りがね5分ぐらい、まあ暑いんだったら半袖着ろよみたいなさ、意外と長袖が好きなの、まあいいや、そう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 。で、ゴルフ始めました。ごめんね唐突で、あのね、そうゴルフをね始めてみたんですよ。まあ前にね、もうそれ前にまあ、ある方からねそのゴルフのセットを、ね、いただきまして、でダンロップだったのかな、ダンロップの、ドライバーとアイアンとフェアウェイとパターか、ま、全部入ってるやつをいただいたんですが、まあ、それもちょっとねボロボロだったので、それをまあ手放しまして、で新しいものを、買いました、うん、でまあまだね、あの本当に練習場の方に2、3回しか行けなくて、コースの方が全然行ってないんだけど、まあ、コース行かないとダメだよっていうことで、まあ、今年中にねちょっとあのお客さんたちと、行ってみようかななんていうのも企んでるので、うん、まあそれまでにはとりあえずね、あの球に当たるようにならないといけないので、うん、アドレスだったりっていうのをまずしっかりできてないっていうところで、まあ、練習あるのみですね。で意外とねそのゴルフってなんかね初期投資めちゃめちゃ高い、からやりたくないんだって言ってる子が意外と多いっていうのがちょっとびっくりした、ことで、まあ、うちに来てくれてる、グッチ、まあ、メインチャンネルの方にもねもう結構ちょこちょこ出てるんだけど、あの、まあ、オレンジ色のインプレッサー持ってる彼、も、先日、始めました、うん、まあね、そのまあ僕がどうのこうのって言うあれじゃないんだけど、アドレスすらしっかりできてない彼だけど、とりあえずは、まあ飛ぶようになったと。でその時に、あっくん、まあ、あの3、4乗ってる子がね、あのいや実は僕もやってるんですっていうことで、全然俺なんかよりも上手くて、うん、あの普通に当たって普通に飛ぶというね、だからそのまたねゴルフっていうのはきっかけでこうね、親密になれれば、いいかななんていうのも思ってます、うん、そうでそのね、まあ、またこれ、まあ、構想があるので、みんなで話をして、確定したらそれはそれでまたね、お知らせしようかなと思ってるんだけど、そのグッチがグッチもゴルフやりなよと、まあ、なんかねこう一つ趣味っていうところがあれば、まあ、車だけじゃなくてねあれば、まあ、またこうみんなでワイワイ楽しめんじゃないのっていう話をしたら、いやゴルフはその、ね、初期投資が高いから僕はいいですっていう話をしてて、でなんかねやっぱりその全部揃えるとなると10万20万ってかかるっていうのを、想像してたみたいで、実際ね、まあ、中古のセットでも今1万出せば全部揃うので、そのまあ何年前だ、10年前、15年前ぐらいの、もっと前か、この間うちの祖父とねあの打ち話、まあ、ずっとあの大会とかゴルフのねあの出てた方なので、教えてくれっていうことで無理やり連れてったんですが、うん、70半ばかになる、じいさんで、まあもうそのゴルフに行くっていうのはまあもう10年ぐらい行ってなくて、でクラブを握ったのももう7年ぶりぐらい、じいさんだったんですが、まあ久々に行った割には普通に、200ヤード近く飛ばすというね、うん、まあやっぱりうまいんだなっていうので、いろんな話をしてたんですが、その、まあ、当時はコースを回るっていうだけで、まあ安くても2、3万ぐらいかかってたっていうので、で今なんかその2、3000あればできるんだよっていうので、まあ、価格も10分の1以下で打ちっぱなしってなれば、まあ、1000円払えば、100発、200発と、打てると、うん、で本当に、ね、上手くなりたいんであれば、そのなんだっけ、インストラクターをつけて、教えてもらう。俺が行ってるところが、月4回で月謝が6500円だっけな。で、まあ、教えてもらえるっていうので、かなりねそのだろうな、お金持ちたちの、遊びっていうのから、かなりね今低いところで、うん、入りやすい、ものになってんのかなと
いうのが、印象ですね。なので、まあ、グッチも買いなっていうことで、その時買ったやつがドライバーとアイアンが2本だけな、7番と4番とパターが入ってるやつで、バックがついてて、まあ、3000ちょっとでした。8320、3240円か、うん、でした、うん。まあ、なので実際ですね、なんか安いとダメだとかって言ってる人が、まあ、いてですね、そもそも打てもしないのに高いの買っても、宝の持ち腐れだと、豚に真珠だと、いうことで、うん、俺の考えはね。で、まあ、俺もね、ちょっとあの新品のキャリーバッグと新品のゴルフセット、クラブかセットと、グローブ新品全部買っちゃったんですが、まあ、あるお世話になっている方に話をしたら、あんだ言えば全部中古であったらあげたのにって言われて、まあ、ただマイセットが欲しかったので俺は買っちゃったんだけど、本当にその始めたいっていうであればね、全然中古で、問題ないと思うので、うん。まあ、さっき言ったそのダンロップのセットも、アドレスも何にもまず全く知らないという、アドレスっていう言葉すら知らない時に行って、思いっきり打ってドライバーをへこませたっていう過去があるので、最初はそれでいいと思います。まあ、だから、ね、今は本当にその行ける時にしか行けてなくて、まあ、ただ単に、いっぱい打てばっていうよりは、一発一発をきちんとね、打つという、ことに今フォーカスをして、やってるので、まあ、またね、そのゴルフしてる最中の、動画なんていうのを、まあ、載せられればいいかなと思います。アセカちゃんの方ではね、まあ、ゴルフ上達日誌みたいな、日記みたいなので、今後も更新、していきます。で、またみんなで集まった時にね、あの次もゴルフ行きましょうっていうことで、来月かな、あ、違うな、今月末か、ちょっとまた行きましょうっていうことで、ナイターの方で予約じゃない、予定をしてます。で、そこでまたね、動画撮れればいいかなと思うので、まあ、ちょっと楽しみですね。で、僕の方は僕の方で個人的に一人で行って、練習あるのみです。ね、だからこう、なんだろうな、覚えにくいことってやってると面白いよね。なんかこう、なんだろうな、やれるようになると面白いとか、これ覚えたら面白いっていうのも、まあ一つの意見なんだけど、俺の中ではなかなか習得できないから楽しい、覚えられないから楽しいみたいなのがあって、まあね、覚えちゃうとつまんなくなっちゃうんですよ、僕って。そう、だからね、今やってる仕事もそうだし、まあ、ゴルフもそうだし、終わりが見えない、もの、遊びなので、はい、人生を楽しむコツは、終わりの見えないものに没頭するだね。はい、ということで、人生の教訓を語った26歳夏でした。真面目に熱い、今半袖着ようかな。はい、ということで、今日のビログは、なんだか最近日本の天気はおかしいねっていうのと、ゴルフ始めてみましたという、お知らせでした。お知らせじゃねえ、お話でした。まだまだ、暑い日が続きます。皆さん体調管理だけはね、しっかりして、やっていきましょう。またね、被災地の方なんかも、全然復興が進んでないっていう話なので、まあ、ただその中でもね、なんかそのネットの方で、こうなんだっていうのを挙げると、こういう人がいるのにっていう方がね、たまにいるんですが、まあ、あくまで自分は自分なので、自分なりに頑張りましょう。はい、ということで終わり。